今日はですね、この一生懸命建てたテント、これをちょっと撤収するのに、まあただ撤収するだけじゃあんま面白くないということで、ちょっと勝負しませんかと。まあ要は撤収していって最後収納袋に全部収めて、どっちが早くできるか、早片付け競争ですね。この2人対1人で2対1っすよ。2対1で余裕じゃないですか。でしかも僕はある程度ちょっと説明しながら撤収していくんで、そちらはもう無言で本気で、はい、言うて初のコンビでしょ、はい、初コンビ始めます、初コンビでしょちょっとじゃあ意気込みを。もう絶対勝つんで大丈夫早くココさんのお手伝いに行ってあげようかなと僕はですね、まあちょっとハンデが結構多いんで、ちょっと今のうちもこの辺抜き入れじゃん地面入り込んでるスタートです。よし抜け抜け。じゃあまずですね、キャンプに関してはもう上空に浮いてると危険なんで、僕はもうこれ先に外しちゃいます。でも地面につけておけば飛ばされる心配性もないので、もうポールを先に下ろしちゃいます。でこっちの方が安全なんで、例えば突風が吹いた時とかもこれであれば飛ばされる心配がないという形ですね。で撤収したポールとかロープに関してはなるべくもう1箇所に集めておきます。これでペグをどん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 抜いていきますね。でペグもなるべく1箇所にこう集めていくとすごい後から楽になります。でこのペグなんですけど、抜いた時によくこのペグ汚いから洗うっていう方もいらっしゃるんですけど、別に洗う必要はそこまで、まあ、ないかなと思います。鉄のペグなんで、例えば濡れてると錆びるんじゃないですかって思われる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、別に錆びたとしてもそれでペグがダメになるっていうこともないですし、まあ、次回使う時にどうせまた汚れるので、わざわざ洗う必要はないのかなと思います。ただまあ泥をこう落とすっていう、これぐらいは別にやってあげてもいいかなと思います。はい、そしたらまあロープはある程度まとめといてあげたいので、この二股になってるロープに関しては次回使いやすいように、まあ中心の部分は生かしつつ両サイドで縛ってあげると。でこの縛り方に正解なんてものは別にないので、自分が分かりやすい縛り方で縛ってあげるとすごくいいのかなと思います。なんでまあ僕の場合は普通にまとめちゃうのが個人的には一番分かりやすいので、これで縛っちゃいますね。こんな感じです。このロープですね、タープも、テントも一緒なんですけど、このロープに関しては、次回も絶対使うものになりますので、ロープわざわざ外す必要ないです。もう本当にずっとつけてていいので、言ってしまえばもう取れなければいいっていう考え方なんで、なんでつける時もいわゆる肩結びですね。で自分が一番強い結び方で結んであげるっていうのが一番いいかなと思います。
ないし、ハンマーとかもいたっけ。ハンマー、あ、そこそこそこ、あ、ありがとうございます。結構きついぞこれ。曲げねえ。いやはい、じゃあまずテント畳む際なんですけど、設営するときと一緒ですね。重要なこのテントはどん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 力が弱まっていく、撤収するときは弱まっていきますので、どっちかというと重要ではないペグから抜いていきます。なんで、重要じゃないペグってどこかというと、まあ設営のときもちょっと話したんですけど、このテントが飛ばされないようにするために支えてくれるのはこの四つ角のこのロープですね。なのでこのロープを残しつつペグを抜いていきたい。でなおかつ、風っていうのは上から吹きますので、下だけ踏ん張らせてても全く意味がないということなので、下のペグはもうこれ取っちゃっていいですね。逆に下が止まってなくても上が止まってれば風で飛ばされにくくなるので、まずは下のペグです。でロープを片していくんですけど、さっきの理論でいくと四つ角は残した方がいいので、抜くペグは、まあ、四つ角以外ですね。そしたら、ここから素早くですね、この辺を抜いていって、で一応この四つ角のペグを抜いていくと、このテントはちょっと上からの風の影響をちょっと受けやすくなりますので、まあ、なるべくこの辺は素早くやってあげた方がいいかなと思います。あ、袋ないんだこれ。これダイレクトか。あれそうだよね。はい、そうです。あ、そうです。それに入れる感じ。3つまとめて多分縛って。あ、そうだ、紐だ。はい、入れる感じ。ハープと、このインナーと。あ、それも全部。はい。じゃあこれ外しちゃった方がいい。大丈夫です。絶対赤や。早っ。 OK です。入れたら終わりです。あれでも結構、あいつも結構早いな。OK です。 OK です。
わかんない。終わりました。はい。ギリギリ勝った。くそ。手打ちです。いい勝負ですよ。2万でカード差し入れたらちょっとやばいから。めっちゃ速そうですね。だ絶対速いよね、あの人。どれだ、黒がどれだ。割とマジでそれタープ悔しい。いや、これじゃない。悔しいな。あっちにあるかもしれない。これ一応説明、最初もう最後の方だいぶ端折りましたけど、この膜体とかって丸める方がいらっしゃるんですけど、その丸める必要はなくって、どっちかっていうと折りたたんでいくイメージです。で、それなんでかっていうと、例えば丸めると、まず空気が入っちゃって、それだけで傘が増えるっていうのと、あとは、こういう風にちょっと重ねて収納するんですけど、家のバスタオルとかも丸めて重ねると絶対崩れるじゃないですか。だから四角く折りたたんで重ねた方がやっぱり入れやすくなるっていうのと、収納袋よく見てみると四角いんですよね。四角に対して四角く畳むことでより収まりが良くなるっていう形です。で、このテントの場合はインナーテントを、先に設営するので、次回開けた時にインナーテントが一番上に来た方がやっぱりやりやすいということなので、インナーテント下にしてフライシートを上に乗せます。で、この状態でこれを上からかぶせます。で、かぶせてあげて、さっき話したように角に対して角を当て込むようなイメージでかぶせてあげます。で、これをくるっとひっくり返すと、中に入ってるんで、せっかく畳んだものをわざわざ持ち上げて中に入れようとする必要もなくって、かぶせて後でひっくり返すというような形ですね。終わりました。くそ。悔しい。というわけで、はい、ちょっと惨敗でしたけど。いや、結構俺早いなと思って。いや、悔しかった。次回またなんかでリベンジ、今度はツールームで、チャンネル登録と高評価お願いします。